はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。本日はですね、プロ野球選手の年末年始の過ごし方についてちょっと聞いてみたいんですけれども、日本選手たちはこの12月から1月のこの時期というのは、その時にどのように過ごされていることが多かったりするのでしょうか。最近の選手なんかは自主トレ始めてる人が多いですね。年明けるギリギリぐらいまでトレーニングして、年末年始休んで、でまた年始からもうすぐスタートするっていう人が多いんじゃないかな。僕なんかもやっぱり12月はずっとトレーニングしてましたね。久典さん、ちなみにどのようなこうトレーニングをすることが多かったんですか。やっぱり日本シリーズとかまで行っちゃうと休む期間がなくなっちゃうんで、僕はね1ヶ月間だけはもう何も野球のこと考えないで自分の好きなことをする、もう本当リラックスする時間を作って、僕はちょうど1ヶ月ぐらいすると気持ちもこの体もリフレッシュできて、リセットされて次のシーズンに向けてスタートできるなっていう感じになるんで、まあだからその終わる時期によってちょっと違うんですけど、だいたい1ヶ月ぐらいを目処に休んで、それからトレーニングっていう形でしたね、僕の場合はね。休んでる間っていうのは、そのいわゆる趣味の時間であったり家族との時間みたいなところが多かったというところですか。家族の方かな。もちろんゴルフだったりいろんなことをこうできる時期でもあるんで、美味しいものを食べに行ったりとかそういうものでしたかね。シーズン中に会えない人なんかともね、やっぱりお世話になってる方なんかもともね食事したりだとか、まあそういうことがね主にオフはやってたかな。もちろんテレビの出演が決まったらね、テレビ出演とかもありますし、今の子なんかはね、それこそテレビっていうよりこういう SNS とか YouTube とかの撮影の方が多いんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。久典さん、年末年始は現役時代もどのように過ごすことが多かったですか。年末年始ね、結構やっぱり家族と過ごすことが多かったですね。でね、今ねコロナでなかなか海外とか行けないですけど、僕らの時代はやっぱ海外行ったりね、ハワイ内に行ったりグアム行ったりとかいうことをやっぱりよくしてましたね。やっぱり暖かいとこに、寒いんだよね、日本寒いじゃないですかこの時期。やっぱり暖かいとこに行ってちょっとこう体をダラッとさせるね、家族と一緒にゆっくりするっていうことで、やっぱハワイが多かったですかね。ちなみになんですけど、その巨人は年賀状直筆で一筆書いて送る文化があるっていうのを聞いたんですけどもちなみに本当にあったんでしょうか。やっぱり先輩にはちょっと一言、まあ、社会人としてなんかちょっと当たり前のねことじゃないかなと思うんですよね。僕ね、やっぱ駒澤大学の時にもう下級生の時に上級生全員にこう全部筆で書いて送ってたんで、まあ今ねこうプリントでバーッとコピーできちゃうんで、まあ楽なんですけど、そういうこともやってたんで、まあ特に一言入れることに関してはそんなに苦じゃなかったんですよね。表面はねプリントしてますけど、住所なんかね、でやっぱり一言、今年もよろしくお願いしますだったり、今年も頑張りますんで一緒に頑張ってくださいとか、なんかそういうね一言は入れてましたかね。ある選手はこうちょっとそういうのも大変だみたいな話もおっしゃってたところもあったんですけど、もう久典さん的には駒大時代の慣れもあっても大変ではなかったというところ。全然大変じゃなかったですね。本当に仲いいね先輩とかはこんなことを来年やりましょうねみたいなことを書いたりとかした記憶ありますけど、年々なんか年賀状も書かなくなってきてるような気がするんですよね。やっぱりスマホがねやってくれるんで、なんか年賀状っていうのはあんまり書かなくなってきたような気がするんですけど、どうなんですかね今の選手は。後輩選手へお年玉を渡すなどもあったりするものなんでしょう。いや、あんまり聞かないですね。で、だってその時期やっぱりお正月とかあんまりこう会わないんですよね、野球選手。野球選手会うのがやっぱり2月1日だったり、ジャイアンツなんかはキャンプが、合同自主トレっていうのがあったんで、キャンプの1週間前にキャンプ地に入ったりしてましたけど、だからもうお正月っていうのはなんかあんまりこうプロ野球選手として合わないんですよ。ただお正月っていうとやっぱり2月1日っていうの方が球春到来みたいな、なんかそんな感じになるんで、なんかお年玉っていうのはあんまりなんかあげたりもしない、もらったりもしなかったような気がしますね。久典さん的に2021年もちょっと振り返っていきたいんですけども、久典様の YouTube を始めて約1年が経ったと思うんですけども、今まで一番思い出に残ってる企画や大変だった撮影ありましたか。大変だった撮影はもうないですよ。楽しかったのはやっぱりこうなんかどっか行ってなんかコラボするのがすごく楽しかったなっていうふうに思ってね。やっぱメイチュンだったり、あとどうだろう、上原なんかもねと一緒にあのコラボしたのもすごく楽しかったし、数字云々じゃなくてなんか自分なりに楽しくできてるのかなっていうふうに思うんでね、だからまあ長く続けばいいかなっていうふうには思いますけどね。はい、メイチュンさんであったり上原さん、さまざまな、まあ、コラボあった
なみに久典さんが一番記憶に残っているコラボはありますでしょうか。いや意外とね、井川、うん、あのキャッチボールやったんですよね。そう、その時にいろんなね、ヤンキースの裏情報だったりいろんなこと聞いたんですけど、キャッチボールが意外とあのね、井川とやったことによって、なんかあの、あ、井川のボールがこんなボール強いボールなんだって、やっぱりこれね、あの勝てるピッチャー あのボールだななんていうふうに思いましたし、投げてる姿は僕やっぱり阪神の時のイメージしかないんで、あんまりこうなんかジャージ姿で投げてる姿見たことなかったんで、ちょっとそれが新鮮だったなっていうふうに思うんですね、うん、なかなかでもいいキャッチボールができたなっていうふうに思いますけどね。今後またこうどなたとコラボしてみたいみたいなのあったりしますでしょうか。どうしても野球選手になってしまうので、どうかな、どうですかね、なんか やるんだったらなんか同い年同級生ぐらいの人たちとやりたいなっていうふうに思うので、ね、やっぱりジャイアンツ限らず、例えば、まあ、川上憲伸だとか、どうですかね、その辺は楽しく話せるかななんて思いますし、上原さんも松井秀喜さんとコラボもあったりしたかもしれない、ああのコメント欄にも松井秀喜さんとのコラボぜひお願いしますみたいなコメントもあったりしまして、そうですね、松井さんいいですね、嬉しいね松井さんとできたら嬉しいですね。であと由伸ね、うん、由伸ちょっと聞いてみようかな、やってくれるかな。もうまあね、あのちょっとお願いしてみますけど、この形でね、あのリモートでまたやるってなったらまた、うん、楽しいかなっていうふうに思うんで。ちなみに最後に、まあ、久典さん時ベスト動画あったりしますでしょうか、うん、ベスト動画、意外とあの僕ね、内容的にちょっと僕好きだなっていうのは寺田の時ですね。あの通訳兼トレーナーとしてエンジェルスで一緒にもうこっちに来る時にね、一緒に連れてきた寺田っていうのが今エンジェルスのトレーナーでね、小谷選手なんかと一緒にやってるんですけど、2010年から12年までのなんか濃い時間を過ごしたあの寺田との話がなんか僕はね面白くて、僕的にはですよ、あの好きだったなっていうふうに思うんで、あの一番苦労したあの2010年 あのキャンプなんかが面白く話せたのかななんて思ってましたけどね。まだ見てない人はもしよければ見てほしいというところです。そうですね、もうぜひ概要欄に貼っておきますか、それをね、はい、概要欄に貼っておきますんでね、ぜひあの見ていただきたいなと思うんで、なんかね、まあ、共にこうなんか苦労したんで、家族よりなんか濃い時間を過ごしたっていう感じがするんですよね、その時期だけね。だからあのすごく楽しい話はできたんじゃないかなというふうに思いますけど。ということでですね、この下ちゃんをやり始めてから約1年以上、これからまだまだ至らないテーマが多々あると思うんですけど、ぜひいいね、応援していただけたらなというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録とですね、コメント、あとグッドボタンをですね、よろしくお願いいたします。ということでですね、本年もね、いい年に僕はなったので、まあ、来年ぜひね、皆さんもいい年を迎えていただけたらなというふうに思います。はい、ということで本日はこれまでです。良いお年を。